ハーラン・エリスンは、アメリカ合衆国オハイオ州生まれの小説家、SF 作家、脚本家。別名にエリス・ハート、スレイ・ハーソン、コードウェーナー・バード等がある。テレビドラマの脚本家としては、バークに任せろ、宇宙大作戦、ルート66、アウター・リミッツ、アンタッチャブル、原子力潜水艦、シービュー号、0011ナポレオンソロ、ヒッチコック劇場他を手掛ける。 サミュエル・アール・ディレニー、ロジャー・ゼラズニーと共にアメリカのニューウェーブを代表する作家。本人は SF 作家と呼ばれることを避け、ファンタジストと自称している。1934年、オハイオ州クリーブランド生まれ、両親はユダヤ系アメリカ人である。1949年に初の短編小説、ザ・グロカーンだとザ・ソード・オブ・パーマガンを クリーブランドニュースに寄う。オハイオ州立大学に入学するが、18ヶ月後には、素行不良で、退学処分になる。エリソンによると、退学になったのは、彼の文章力をけなした教授と衝突したためであり、エリソンはそれ以後の40数年間、自分の作品が活字になるたびに、その教授へ、作品のコピーを送りつけた。1955年に、ニューヨークへ移住。 1957年から1959年まで陸軍に在籍。1962年にハリウッドに移住してテレビドラマの脚本を書き始める。1965年以降は安定して質の高い小説作品を生み出し続けたが、長編は少なく中短編がメインの短編型作家であった。日本では伊藤則を 朝倉久志が翻訳のほとんどを担当していた。1987年発表の短編、ソフトモンキー以後は、作品は、翻訳がなかった。2017年、上記1987年の発表作より、新しい以下の2作品が新たに翻訳された。生涯1000を超える作品を執筆した。短編集アンソロジー脚本担当のテレビドラマの写真小説家作品。 ありがとうございます。